ここからは気象予報士の北島さんですよろしくお願いします,しします台風15は九州に近づくと2回勢力が変わりましたこちらをご覧ください 九州に接近時は非常に強い勢力、過去最強クラスとも言われていた台風10号なんですが、昨日の午前8時にはワンランク弱まって強い勢力に、うん、そして午後3時にはその強い勢力でもなくなったんですね。はい、これらの時に一体何があったのか、台風の進路を振り返ってみますと、昨日の午前8時には、 鹿児島の薩摩仙台市付近に上陸そして昨日の午後3時には長崎の雲仙市付近を北上していました いずれも陸上にあったということで台風が海水からの水蒸気の補給が減,り減って勢力が急速に弱まったと考えられるんです。ということはもし鹿児島に上陸しなかった場合には非常に強い勢力で九州熊本に近づいてくることが考えられますよ。ということはこの鹿児島上陸が熊本県にとって被害がある程度軽減されたとも言えるんです。うん 海水からの水蒸気が台風の勢力に影響を与えるんですねそうなんです、台風というのはその水蒸気によって発達しますので、陸上にあるというときは、その水蒸気、エネルギーが補給されにくいんですね、このため急激に勢力が弱まったと考えられるんですねそして北島さん、はい、今回の台風は、のろのろと迷走している印象もあるんですけれども、はい、今後についてはどうでしょうかまだのろのろ、そして迷走は続きそうですよ、うん、台風の進路予想をご覧ください。 台風15はこの後もゆっくりととした速さで東へと離れていきます。九州から離れてはいってはいるんですが熊本県はまだこの風速15メートル以上の強風域に全域が入っていますので今しばらくはうねりを伴った高波そして強風や土砂災害など注意が必要です。